さて前回の続き経過を質問させていただきます。昨日大臣の方にですね、会計年度任用職員の導入の目的とその制度導入にあたって自治体に何を期待をするかという質問をさせていただいて、非常勤職員、大半多くの非常勤職員の処遇の改善、あるいは均等均衡待遇、あるいは職の安定等々、そういうものにを目指して、そして多くの自治体でその目的に沿った制度導入をしていただきたい、私はそういう思いで発言をしていただいたというふうに思います。そこでおさらいでございますけれども、そもそも論として、この会計年度任用職員がなぜ入ったかということです。これ公務員部長にお答えいただくということになると思いますけれども、もともと私たちの自治体には正規職員中心主義、これ国家公務員もそうですけれども、正規職員で業務を遂行するというのが基本的前提でありました。しかし、自治体においてはですね、財政の問題もあるでしょうし、公共サービスの広がり、特に後から広がっていった、富士山の裾野のように広がっていった、例えば消費生活相談員ですとか、あるいは今非常に苦労していただいている学童保育ですとか、社会が進展していく中で、公共サービスが広がっていった、そういう経緯がございます。そんな中で自治体の職員は正規職員ですとですね、これ競争試験ということになりますから、そう簡単に毎月毎月採用試験をするわけいかないので、やっぱり1年に1回限られた時に採用試験をするという流れの中でですね、やはりそう簡単にその間に突然入った、突然出てくる職務の必要性に対して対応できない、あるいは財政状況の問題で正規職員では対応できない、そういうこともあってですね、自治体では知恵を絞りながら、地方公務員法上の3条というところ、これ3条というのは、ご存じのように一般職と特別職を分けたところがこの3条にあって、3条で雇用するというのは、いわゆる特別職の非常勤職員ですから、例えば選挙管理委員でありますとか、非常に労働者性が低い、つまりその賃金で生活をしない、ですから報酬を支給するということになっている。もう一つは22条、これはいわゆるその臨時的任用職員でございます。病気になられた方のところを一時的に2ヶ月3ヶ月なんとか職員を必要とするというところ、あるいは例えばそうですね、国体があるから、あと国体の事務局が来年まである、来年以降は国体の事務局は廃止していいという極めて限定的な職に対して一時的に採用するというのがこの22条。公務部長、もともとはこの22条と3条しか私はなかったのではないのか、非常勤職員の採用についてはと理解をしてますけれども、いかがですか。総務省自治行政局大村公務員部長。お答えいたします。今回もですね、会計年度任用職員平成29年度の法改正で措置をしておりますけれども、基本的に地方公務員法のその3条22条について、委員からご指摘ありましたけれども、今回のその法改正自体はこういった従前の地方公務員法のその制度の趣旨というものをより明確にしていくというものでございますので、基本的なその点については変わっておりませんが、いずれにしてもご指摘の点も含めてそういった趣旨を明確にしたものだと考えております。はい、江崎君。はい、部長、今のでちょっとわからないんですけども、僕はこれはプロなんで、その辺の理解はご存じだろうという思いで、細かな質問通告をせずに、この範囲内だったら答えられるだろうという思いで質問してますけれども、もともと一般職の非常勤職員というのは法の概念がなかったんですね。で、17条を使ってですね、非常勤職員を実は作っていくんですけれども、この17条というのは、任命の方法だけなんですよ。ここに、非常勤職員の言葉さえ出てきません。で、ここにいわゆるもうずいぶん前になりますけれども、学校の給食調理員の皆さんを
いわゆるその非常勤職員、あの3期の休業がありますので、それ以外のところを、学校の給食調理員をこの17条を拡大解釈をして、いわゆる非常勤職員で雇っていいかという質問に対して、総務省が OK という通知を出したことによって、この17条で一般職の非常勤職員というのが、実は自治体に広がっていくわけですね。で、今言った通りですね、3条、17条、22条っていうのは、非常に根拠が不明確なので、自治体の中では、実際どれを、自分のところではどれを法権根拠にして採用しているかということさえもわからない状況で、非常勤職員がどんどんこう拡大をしていったわけですね。ですから今回新たに17条に条文を付け加えて、法律的にですね、一般職の非常勤職員をきちっと明確にしたというのが、今回の会計年度任用職員の最大の目的だと私は考えています。その意味でいくと、この会計年度任用職員を入れたということは、相当な覚悟で入れていただいていると私は思っていますけれども、部長、お考えどうですか。はい、大村公務員部長。お答えします。今回のですね、この平成29年度の法改正、そしてそれを基づくこの4月から施行するわけではございますけれども、長年のその、非常勤職員についてのその採用、そういった任用についてですね、不明確な点があったということは長年の課題でございました。こういった点を踏まえて、また労働界、労働全体のその神を通ずる課題等も含めて、今回、法改正に至ってあげてありまして、これは私どもにとりましては、地方公務員法上の大きな課題を解決するという意味で、極めて重要な改正だと思っておりますので、この法改正の施行については、この何年か準備をしてまいりましたけれども、極めて強い思いを持って改正をし、また施行に取り組んでまいりたいということでございます。